本日のペンドラメルマガは、バックハンドについてやっていきたいと思います。この技術っていうかこのポイントを覚えることで、バックハンドの精度が向上してくると思います。実際どういうことかっていうと、前陣でのバックハンドと、中陣でのバックハンドは、違うっていうことですね。どう違うのかっていうと、それぞれ一つのポイントを覚えておく、押さえておけばかなり精度が向上してくるんじゃないかなと思います。まず前陣でのバックハンドなんですけれども、これは平行足ですね。平行足で上半身をひねって、スイングをするってことですね。これがいちいち、足をこうやって入れ替えて打ちやすいからといって入れ替えると、やっぱ前陣にいるんで相手のボールに間に合わないっていうことが起きてくるんで、そういったことから精度が下がってきます。次に中陣でのバックハンドなんですけれども、大体これ飛びつかされて下げらされた時に間に合わないからといって、平行足で打っちゃうと、スイングがこう開き気味になってこうやってホームランを打ったりするんで、その時はしっかり右足を出して目をかぶせてバックハンドのスイングをするってことですね。この一つずつのポイントをしっかり押さえておけば、バックハンドの精度っていうのは向上してくると思います。前陣でのバックハンドっていうのは、平行足で上半身をひねってスイング、中陣に下がった場合っていうのはこの右足を出してバックハンドでこうやってスイングするっていうところですね。この一つずつのポイントをぜひ押さえておけば、バックハンドの精度っていうのは向上してくると思います。ぜひ参考にしてみてください。